では次は紙幣代碼端子競法を説明いたします。では説明します。手首をしっかりと伸展させ、小テープを相手に向けます。人差し指から小指までしっかりと伸展させ、中点を向けます。そこから腕を引く際に、人差し指以外の第一第二関節を屈曲させます。これにより手の内で伸展と屈曲が同時に起こります。この伸展と屈曲をどちらもしっかりと保ちます。引き切ると同時に今度は伸展させていきます。一気に伸ばしきらずに押し引きの力を同時に働かせます。以上を複数回繰り返すことで鍛錬していきます。